新潟県道542号上越糸井川自転車道線は新潟県上越市から糸井川市に至る自転車道として整備された一般県道通称首び自転車道ほぼ全線が1968年1969年に掛け急国鉄北陸本線を伏線電化した際に廃止された谷浜駅裏本駅間の急線を自転車 歩行者道として転用したものである。国道8号のゴーツ交差点付近を起点に、ほぼ海岸と国道8号に沿って走っており、鉄道線の転用ということもあり、比較的起伏が少なく、日本海と佐渡島、能登半島を望むことができる、風光明媚な自転車道として知られる。前線の1割弱はトンネルで、大小8カ所のトンネルを有する。そのうちのいくつかは、 北陸本線開通当時のものがそのまま使用されている。一部トンネルでレンガが使われているが、鉄道建設が進められていた明治時代末から大正時代初期に作られたもので、地元で作られたもの、あるいは能登半島方面で作られたとも言われている。近年では2018年に誘導表示として一部にブルーラインが設けられるなど、 走行環境の改善に向けた取り組みも行われている。ほか、越後ときめき、鉄道日本海ヒスラインにおいて、サイクルトレインが運行されるなど、イベントも実施されている。また、後術する、道の駅では冬期間を除きレンタサイクルの貸し出しが行われている。トンネル道の駅経路糸井川市大和島、国付近から海を望む。ありがとうございます。